皆さんどうもピーマンドです。今回大谷翔平の一刀流物語実況7回目は6月の22日からのスタートで、今回6月の残ってる7試合を全てプレイして終わらせていきたいと思いますのでね。交流戦が終え、ここからまた対パリーグ戦に戻るわけですから、パリーグ相手にやっぱいいバッティングして数字を稼いでいかないと、まあ今のトラウトとの差っていうのは埋めることもできないでしょうね。てかこの大谷トラウト以上にヤバいバッターが今パリーグにいるんだよね。それが柳田悠岐、打率は3割8分2厘、20本本塁弾、57打点に12盗塁。このままいけばトリプルスリーは達成できそうですね。まあこの数字だけでもすごいんですけども、一番すごいのは出塁率4割9分1厘ですからね。えげつね。まあこのままシーズン終われるかってなったら難しいかもしれないが、この時点で出塁率4割9分1厘っていうのもなかなかないですよ。まあ、この記録というのは当然パリーグでもトップ、セリーグでもトップですからね。いやこのままいけば日本記録誕生ですから、いやどうなんだろうね。もしかしたらこの柳田悠岐このままぶっちぎりで出塁率上げていって5割とかいきそうだね。そうなったらもうボンズだよ。恐ろしい。完全大谷もトラウトも柳田にね飲み込まれ霞んじゃってますけども、まあこっからね、大谷も頑張って数字上げていけばトラウトも柳田もまだまだ超えられると思いますので、こっから頑張る時期ですね。いきなりこの楽天戦でトラウトとの直接対決久々にやってきましたから、この試合トラウト以上な活躍をし、またチームを勝たせる。まあこの直接対決わりかしトラウト以上にねいいバッティングしてっていうのは多いんですけど、ただチームを勝たせられてないからね。今楽天が3位で、そして日ハムが4位なんですよ。チームでも負けている。またねこの楽天と日ハムとのゲーム差っていうのも10ゲーム近く空いてますからね、まあ、悲しいことに3位までがものすごく遠いが、ここから頑張れば逆転の A クラス入りっていうのもあるからね。それを狙っていかないと。さあ1打席目はランナーはいない。で相手は岸、大谷翔平がプロ初ヒットを打った相手ですね。因縁というか得意にしてる相手だ。今日も打つ。おい来た、いきなり強い打球はセンタートラウトが追いつくか。守備範囲えげつない人ですから。くっそー。おい2打席目は2アウトランナー1塁3塁。ここまで打点もそんな多くない大谷だからね、32打点本塁打の割にはっていう感じだよね。まあ、打点もねやっぱトラウトに負けたくないんで、そこはもっと荒稼ぎしていかないとね。チャンスの弱さがこのペナントでは出てるんだ。チャンス B がついてるんですけどね、得点圏打率っていうのは低いですから。わーしっかりと合わせて打ちたかった今の1球、もったいね。で結果これで三振。まあテンプレだね、チェンジアップの後のストレート。分かってても打てねえわ、思いっきし振り遅れてるからね。さあ何もできずに迎える第3打席目、このまま岸にやられたまんまで終えるわけにはいかんぞ。やっぱ追い込まれる前のねこのスローカーブだったりチェンジアップだったりを打っていかないと。追い込まれたらまたね同じような流れで来ると思うんで。あースライダーもあんのかい、もうややこしい。ミート打ちに切り替えよう。第4球はシトー、ありがとう。いやーホームランにしたかったけどね。まあいいや、トラウトが旅。さあ大谷翔平は2塁でストップですね。よーし、対パリーグ戻ってきての初ヒットは岸からの2ベース、それもタイムリーね。さあ今日の4打席目、点差はある中ではあるけども、まだ打つ1本のヒットで満足できないでしょう。ただここはうわゲッツーかい、セーフになると思ったけどね。ああもうダメだ、チームはボコボコですから。うわ21安打も打たれてる。これトラウトンかなり打たれてんじゃねえかお前。直接対決いきなりチームフルボッコだし、個人的にも負けそうだね。16対5だもんな。あーで大谷は最後までダメか。内安打どうだ、よっしゃー、意地の内安打だね。16対5で負けましたが、さあどうなんだ、トラウトは打ってんのか。今日の試合大谷翔平は5打数の2安打1打点の活躍、そしてトラウトは6打数2安打2本の2ベースに4打点の大活躍。個人的にも大敗って感じっすね。さあ楽天2戦目、今日はチームともに大谷自身もトラウトに勝ちたい一日ではあるけどね。ランナーなしだ。先発は美馬、対左を得意にしてるピッチャーだね。ただ一発持ちでもあるので、今日の試合っていうのは積極的に狙って14本目のホームラン狙ってみようかな。3ボール1球見ましょう。このカウントはね、あ、OK、でもっと甘い球プリーズ。入ってるかボールでいいと思うけどね。
おー、甘い、甘かったな、仕留めたかったな、もったいなかった。投げました。はい、結果それ見逃して三振だったら意味ないじゃん。フロントドアというやつ、ツーシームの腹立つで本当に。それまで制球乱れてたやつが最後の1球だけ完璧に決められるんかい。おかしいだろ、いろいろ。ウエース。そして2打席目満塁だ。先ほどの三振を取り返す一撃を放とうよ。来た来た来た。もうここは積極性的にね、一撃のみを狙いに行くから見せてやろう。投げました。アウトコース。はい、ちょっと低め厳しくないですかマジで。第3球を投げました。カーブはボール。もう少しちょっと優しくお願い。さあ4球目。なあ、スライダー当てれず、ツーストライク追い込まれた。投球これから5球目。当ててファール。終わらない終わらない、この満塁終わらせねえ。第6球を投げた。あ、もう最後全力も打てるか本当に。せっかくの満塁の場面でこんなだらしない大谷見たかねえよ。まあ追い込まれたら負けって感じっすね、あれがあるので。全力は無理だ、俺の反射神経では反応して打つことができない。いや、このシリーズ満塁の場面で全く結果残せてないね。これで4度目くらいなんだけど、全打席凡退してると言ってもいいよ。満塁でここまで打てないの直送印象悪いわ。何もできずに3打席目やられっぱなしですよ。本当うわー、自打球痛い思いしないで、怪我しないでね。それで流して、そこに人がいる、だからダメなんだよ。通常やっぱね、他のバッターだとここシフト敷いてこないんで人がいないんだよね。ただここに大谷の場合だと人がいるので、それが結果としてヒットにならないよね。アウトになってるから率も大きく上げれないし、腹立つな本当。何もできずでこの楽天戦終えるぞ、このままいけば。はい、でバッタートラウト1対1のシチュエーションでね。そしてトラウトこちらに向かって打ってきたぞ。サードは行かせねえ。どうだろうね、トラウトのヒットから何かが始まるか。今ないところを狙ってみるのも無理だわ、トラウトなんで。ただペゲーロがゲッツーだ、イエース。試合はまだ終わりじゃないよ、むしろ9回大谷の打席が回ってくるんで、ここで終わらせましょう。日ハム勝利という形でな。まだ三馬が投げてるよ。もう徹底的なその左打ちやめろよ。もうなんだ、左何があるんだよ徹底的に狙って。ボーナスポイントなんてつかねえぞ、アウトになってんだからね。何のボーナスがつくんだ、何ボーナスだよ教えてくれよ本当に。まあ延長突入ですね。もしかしたら大谷に打席が回ってくるかもしれないし、そのままゲームセットになるかもしれない。どうなるんだろうね。おっと、大谷の方飛んできた。ホームは行かせない、レーザービーム。見てくれこの完璧なレーザービーム、ひょい、うおほほほほほ、えげつない角度。165キロ投げますからね。そしてトラウトに回る。うわー、持ってる男だな。決めれるか。うわー、持ってない男だね。そしてデッドボールで、まさかトラウト離脱。いやー、プレー続行ですからね。怪我はしてないらしいが、ぶつけるなよトンキン。で最終的にペゲーロが決めて決着ですね。何これ。それならトラウト決めた方が美味しかったじゃないですか。なんでお前ぶつけたねんちゅう話でしょ。ダメだね、チームともに。大谷も今日は4-0ですから、完璧に抑えられました。第3試合目は大谷が絶好調ですからね。今日こんな日にタコるわけにはいきませんので、相手のブレナンという謎の助っ人外国人を打ちましょう。おそらくパワープロ架空選手じゃないかな。ちょっと能力気になるし確認していきたいけどね。まあ、相手が誰であろうと打つことは変わりませんから、今日タコったらやばいわ。タコ谷さん今日お見せするつもりないからね。ブレナンは左投げ投手で、能力、おお高いね。今季加入の選手でしょ。ですね。そんなやつから打つのか、これちょっと厄介だぞ。左からもここまで基本塁打1本しか浴びてないしね。ちょっと大谷にとっては厄介な相手が今日先発って感じかな。投げた。うわー、もうドロップカーブやばい。これだこいつの武器は。投げた。あれ狙って打てるわけもなく、まぐれでも打てるわけもなく、うわーい、スカットが精一杯だ。なんとか合わせたぜ今ね。はい、でツーボール。まあこれ連投で来るよね、一番キレのある武器ですから。ここもだ、徹底的。ここで打たなきゃ2-0になるわけだが、
最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。6月やっぱちょっと調子悪いな。セリーグ相手にも打てなかったし、ここはどうだ、逆方向いった、よーし、2試合連続のタコ折りは終了だよ。回避することができたね。このまま行くんだよな。大谷は今季14本目、6月では月間4本目となるホームランですね。見事にいったわ。いや通常行かないと思うよ。なんか打った瞬間なんかそこまで飛んでないのかなと思ったらここまで行ってましたから、普通のバッターだとこれがまあ左中間に落ちるツーベースヒットになっていたでしょうね。普通とは違う規格外のパワーを持ってるからこれになるんだ。そしてツーアウトランナー一塁三塁、打つよ、また打つよ、またやるよ。第2球投げました。おっと、それで2球で追い込んでくる。知らんそのパターン。投げました。1球外した。ボール。投球これから4球目。当てて。ヒットになってほしかったな。第5球投げました。早い、いろいろと駆使してくるね。先打たれてもやっぱりリベンジしたいんでしょう。投げました。三振やられた。振りに行かなくていい球だよ。このボールスイング率があるからここまでの四球の少なさだよね。出塁率やばいもんね、打率に対しての。さあ今日の4打席目、松井裕樹との対決ね。左腕が続くな。おい、チェンジアップ、これも追い込まれたら厄介だね。奪三振持ちなんで追い込まれる前のこのチェンジアップを仕留めて決めたいわ。どうせ最後は全力ストレートっていうのは分かってる。そして打てないということも分かってる。これだ、ありがとう。3球続けて投げて、さあトラウトの頭上だ。今季15号は飛距離 141m、 そしてこれで月間5本目ということになりました。もうありがたいね、狙っていたところの完璧なチェンジアップが来たんだから、そら打つよ。まるで大谷打ってほしいと言わんばかりの1球でしたね。わけわかんないでしょ、3球連続チェンジアップって。あんな高めに来たらただのスローボールだしね。ほんでまあ大谷信者の松井くんに助けられたって感じかな。そしてこれが勝利の1点につながればいいんですけどね。はい、6対4で無事勝利。今日の疲労は2ホーマーの大谷翔平でしょう。1試合2ホーマーともなればこのシリーズでは2度目ですね。だいぶ遡ることになるんですが、記録したのは4月8日のロッテ戦ですから、そこまで遡ることになりますからね。いや、ほんと気持ちよかった1日だ。前の試合がねタコってた分、今日は気合を入れて、また調子も良かったですから、それを結果として表せた。そしてどうなんだ、トラウトは打ったのか、そこが気になるんだが、大谷翔平は4打数2安打の2ホーマーに3打点の大活躍。そしてトラウトは4打数0安打の1四球ですか。まあ今日に関しては完全トラウトに勝った、そしてチームも勝ったと言えますでしょう。そしてこれから市民球場でのソフトバンク2連戦が始まります。大谷にとっちゃここは稼ぎ時ですね。2戦続けて市民球場っていうのはないですから、まあ先ホームランを連発した大谷翔平、ここでも打つよ、必ずね。そしてこの対決では相手の4番柳田悠岐との直接対決にもなりますのでね、まあ、柳田だけではなくて1番から4番までが好調。おそらく有原はボコボコにやられるでしょう。まあ有原がボコボコにやられるざまを観察しつつ、大谷自身が打てるようにね、外野フライがホームランになりますから、ミート打ちでも大谷の場合ここだと入るよ、マジな話。まあ、だからこそここで大きく稼いでいかないとね。なんなら2試合で4ホーマー5ホーマーあたり記録して一気に20本乗せていきたいけどね。いけるでしょ、やれるでしょ。ただその分今日は相手の本塁打っていうのも多く眺める一日になるけどね。これ、おっと、いきなり上林の打球がこちらに飛んでくる。ここだとねフェンスもそこまで高くないから、ホームランキャッチとかもできるかな。やってみたくない、そんな気持ちのいいこと。できれば最高だね。練習しとこう、こうやって取るんだぜ、こうやってね。内川三振、そして柳田来るよ、化け物じみた成績の。あ、でも率はだいぶ落としてるね。これだと出塁率もだいぶ下がったんじゃないかな。まあここで打ってきましたけど、はい、いきなり柳田のタイムリーヒットですね。またこれ柳田火つけて数字爆上げになるかもしれんぞ。お前有原抑えろよ。大谷の1打席目、いやもうこの2連戦に関してはもう全て強振でいきますから、どんなピッチャーが出てきてもね、やっぱ狙いに行かないと。石川、はい、来たー。がー、なんでそんな、ホームランにできたでしょ。今の球場関係なく大谷が飛距離157、160のホームランできたと思うけどね。くそ、もったい
いねー、なんでだよ、ミスったね。ホームランにしていかなきゃダメだったけど、完全なこっちの打ちミスだ。でソフトバンク戦では基本盗塁はしません。相手はおそらく甲斐でしょ。これ甲斐はバズーカ砲の特殊能力を持ってるからね。危険危険、やるだけ損だよ。はい、フルボッコですね。ありがとう有原、予想通りだ。さあ第2打席目、アタックポイントでやってきたね。2アウトランナー1塁、5点差あってランナー1塁でアタックポイントっていうのもわけわからんが、まあ、ここで打てばチームが乗るかもしれん。大谷も乗るでしょうね。ノリノリになるでしょう。投球はこれから3球目。どうだ、逆方向。いやこういうのでも入るよ。結果切れたけどね、飛距離的には十分って感じ。いやーでもゴロを打っちゃう大谷くんがここに行っちゃダメなんだよ。この市民球場という狭い舞台でこれをやってほしくないんだよね。それやるために今日プレイしてるわけじゃないんで、それやりたくないので今日強振でやってるんだね。シングルヒット1本のみだ。ここまではいいピッチャーなんで甘い球がないな。よし来た、ありがとう、軽くね。イエス、2試合続けてのホームランで今季16本目。フー、よし、予想通りの一撃、出ると思ってましたから、出ると思って打席に入ってましたから、出すつもりに、ひねり出すつもりで入ってブリッとやっちゃったんで、まだあるよ、まだ見せるよ、見せつける。さあ来い、もうボコボコされようが関係ない、ヒット20本浴びようが関係ねえよ。大谷が次の打席も打つか打たないか、そこだね。17本目を記録し、トラウトに追いつく。トラウトは20本で今終わってるからね、追いつけるよ。追いつかなきゃね。10試合のね、あの出場試合数の違いがあるんですけど、大谷が怪我した分ね、その違いがあってね、この17本、あ16本と20本の4本ですから、ホームラン打つ能力に関しては今のところ同等ですね、大谷とトラウトっていう。これはヒット、まあいいでしょう、3安打、そしてツーベースヒットかな。イエース、チームは4対12の圧倒的敗北、やられました。有原が予想通りね。さあ次の2戦目もまた市民球場で行われる戦いなんでね、今日も打つ調子もいい、相手柳田も絶好調、そして高梨が絶不調、有原以上に悲惨な1日になることを予想します。てか予約します。なるでしょうね、まあいいんですよそこはね。今日もチームがボコられているところを眺めながら、大谷にホームランが出ればいい。今日打てば3試合連続のホームランですからね、行きましょうよ。もちろん狙えますよ、豪快な一撃をね。さあ高梨君、君はどういうピッチングをするんだ。調子が悪くても意外にも抑えるという展開、何度も見てきたよ、うん、調子なんて関係ないよ、その選手の実力が重要なわけであってね。おいで牽制師刺されてやんのダッサ。牽制師ってこんなダサいんやね。まあ、このシリーズ大谷で何度かしてますけど、この目線で見たらクソダサいねどの目線で見てもダサいよ、ファン、同じチームメイト、相手チームで見てもね、ダサいもんだ。なるべくしないようにしないとね。そしてやってきた1打席目、一発持ちの中田さん、投げました、打った、追い込まれたな。ここから何ができるか。次が4球目、投げました、フォークの失投とか一番打ちやすいやつやん、これ以上ないで、あんたね。うーわー、もう何をしてるんだ。3試合連続の本塁打チャンスを自ら潰しちゃったよ、もう反省だ。うわ、もったいない、今のもうピンポン玉、スーパーボールのように果てしなくどこまでも地球の彼方へと飛んでいたでしょうね。日本の反対側ブラジルに球が届く瞬間を皆様にお届けできたはずなんだけどね、当たっていればね、当たっていればとかのたられば意味がないんだ。結果当たらず無様に三振した中田が一番驚きでしょうね。投げた瞬間ホームラン確定の一球ですから、もったいない。失投の中でも最も打ちやすい失投と言ってもいいからね、あれかフォークか。もう一回来てくれねえかな。まあああいうこともありますからね、次来るのであれば打つ。まあ別に決まった球打つのもよしだよ、失投打ったってしゃあないしね、相手の決め球打って決めるのが一番いいわ。ただ中田さっきのこともあるんでかなり慎重だね。それは結果三振ってだけでね、投げた瞬間ヒヤヒヤの一球ですから、フォアボール。さあ高梨の意外な好投が続きますよ。ここまで相手打線をゼロですからね、マジか。そして大谷の第3打席目は得点圏だ。ソロだとね、そこまでの気持ちよさはないから、どうせ打つんならスリーラン。そんな打ち損じいらへんよ、もう打点はついたけどね、取る行こう。
ゴー、完璧だ。はい、オッケー。いや、これね、甲斐だと思ってたんですけど、高谷が今守備についてるんですよね。ですから決めれたんだ。4打席目だ。ここまでは打てずに敬遠のみですね。モイネロさん、うわー、もう完全な打ち損じ。うわー、3安打の流れからの今日タコるかも。1回の出塁はあるけどね、まあ打席も回ってこないでしょう。展開的に同点とかは追いつかれないと。回ってきてほしいな。市民球場でやる機会なんてなかなかないのに、特に日ハムのペナントでは少ないような気がするわ。なんならこれ初めてじゃないかな、ここでプレーしたの。あ、でもこのままいけばチームは勝ちそうですね。勝ってほしくないと思ってる大谷もいるが、どうだ。はい、ショートゴロで決着。残念、打席が回ってくることはなく、前の試合の流れからホームランを打つことはできず、連続本塁打は2試合でストップですね。今日の柳田さんはフォアボールにヒット、2出塁の活躍、大谷は1個のフォアボールのみですね。で、高梨のピッチング内容は6回投げての2失点、パーフェクトじゃないですか。名残惜しいですが、この市民球場での対決はこれで終わりなのでね。そして6月の戦いは残るはあと2戦ですね。6月29日のオリックス戦と30日のオリックス戦。今回はこの2試合をプレイして終了していこうと思ってます。市民球場から次プレイするのは札幌ドーム。真逆やね。対照的な球場やわ。ここはホームランが出づらい。ホームラン性の打球もなかなかいかずに苦しんでるっていうのもありますが、まあここで打っていきたいね。さあ、1打席目。札幌ドームで放つぞ、一撃を。相手は K 鈴木。調子はノリノリか。おいーす、ただそのノリノリの選手かな行かない。市民球場なら、市民球場なら、市民球場なら行ってる。泣きたくなるわ。ただ今更そんなこと投げたってしゃあないんだよ。この環境の中打つ。届かないのであれば届かせればいいだけの話だからね。ボール球徹底的に手出しに行くね。ここはミート打ちで。ああ、もうなんだこのボール球振りに行くの。追い込まれたら弱くなるね。三振したくないから、とにかく何でも当てに行こうとする。メンタルの弱さ出すぎでしょう。さあ、ピッチャー変わって吉田。第3打席目。このフォーク打ちに行ってもいいんだけどね。ほんで軽い球がついてる。ならば大谷がスイングしたら吉田ごと飛んでいくんじゃないかな。飛ばしてみようか。次が4球目。投げました。打った。ニューアトラクションだよ、大谷スイングというね。投げました。いやー、もうねえ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 、もう2試合続けてお前フォークの失投空振りすぎやろ。打たしてくれてる2球前から来てんのに全部空振ってるよ。もう恥ずかしい。大谷、悔しいじゃなくて恥ずかしいわ。ここまでなんかボーナス球が来てんのに打てない姿を晒してるのがね。投げました。うわー、で結局最後の打席も打てない。そら真ん中の失投打てないやつはこの打席も打てへんて。もったいね。少なくとももうこの動画で2本のホームランを台無しにしてますね。正直悔いしかありません、これだけ失投打てないんでね。ただ6月はもう残るはあと1試合ということになりましたので、その悔いごとスタンドへ運ぶような一撃を打って、まあ、とりあえずこのジメジメした6月を終わらせて、暑い暑いホットな夏を迎えたい。さあ、こういう1打席目だ。次もしも失投が来るのであればしっかりと打つ。次ないだろうし、次本当に来たとしても多分また空振る俺がいると思うけど。さっきも言ってたもんね、次来たら打つみたいなこと。結果空振ったもんね。流して、もうダメだ、こっち方面にしか飛ばんわ。ホームランにしろね。なんだろう、徹底的な流し打ちだな。芸術的な流し打ちつくレベルの流し打ちだよ。これがヒットならばね。全部アウトになってるから金徳なんてつくわけもねえよ。わ、真ん中周辺に来てる。ここ手出しに行かないと。なんか甘い球初球見逃してるような気がするね。ここまで何かを意識してんのか。もっと積極的に言っていいと思う。その結果追い込まれて無様な三振するくらいだからね。もっと積極的にいった方がいいね、間違いない。第3打席目、山岡相手に打てず、チームも 0-0。 ここで流れを作るのは誰だ。大谷だろう。あー、空振る。もうミート打ちだ。ヒット狙いに徹するよ。タコりたくないんで。危ない。もうこの辺見れてないよ、このストレート。はい、もうダメ、反応できてない。
打ってるとこも全然ちげえよ。もうこのままいけばまた4タコか。タコってるから数字上げれねえんだよ。連続安打がストップしてからタコる回数がめちゃくちゃ増え始めたね。2試合に1回くらいのペースで今タコってますよ。だから打って下げて打って下げての繰り返しだもんね。結局そんなんでは野球というスポーツっていうのは数字を上げることはできないからさ。前のね、あの試合で3安打打ったのも台無しですよね。結果プラマイゼロで率だって落ちていってるし、それ以外の部分だって落ちていってるよ。最も数字の上がりにくいバッティングスタイルで今このペナント進めてるって感じっすね。さあ9回ノーアウトランナー1塁、チームは0対0で迎える打席。一撃が出ればサヨナラだ。山岡まだ投げてる。ここまでは山岡によくやられてきたが、ここは違う、打つ。もうだからチェンジアップタイミング余らさすぎでしょ。もう分かるわこの打席の結果。予約済みです。どうなるか。次は4球目打ちました。粘って粘ってのあれでしょうね。わあ、ぶな。次が6球目。V すらついていけず、まあ結果凡退だわな。三振じゃなかっただけマシだよ。予想は三振でしたから。でチームは最終的に誰が決めたの？さよなら。レアードが決めるんだね。主役だよ。寿司握ってますね、たくさんね。チーム勝利も6月最後の試合で見事な4タコ、そして2三振とかっこ悪い6月最後の試合ということになりました。6月が終了し、月間 MVP 受賞なるか。まずセリーグではゲレーロが2割9分4厘13本塁打26打点のド派手な活躍で受賞。投手では中村ですね。そして野手、パリーグはどうなんだ？ソフトバンク柳田さんがいるからね。だから取れないね。ここまでトラウト、西武の山川、柳田と来てますね。大谷は取れず。打率3割7分3厘6本塁打16打点に2盗塁ですから、まあ納得ですね。異論も議論もありませんって感じ。6月の大谷翔平の月間成績はこちら。22試合に出場して打率は2割5分6厘90打数の23安打、6本塁打11打点4盗塁、出塁率2割9分5厘、長打率5割3分3厘で OPS は8割2分8厘となってます。んー、まあ悪くはないんですけど、数字を上げるためにはやはりこの6月もっと頑張らないとダメだったよね。まあ、5月4月と比較してもですね、やっぱちょっと5月の活躍もあったので、それと比べたら落とした感じかな。またね、これまで見ていくとね、全ての月で8割以上を OPS 記録してるのはいいんですが、ただその上の景色っていうのを見れてないよね。やっぱ上げるためには9割10割っていうのをどこか爆発的に残さないと数字っていうのは上がらないし、落ちていく一方なんで、まあそう考えるとちょっと残念な6月になってしまいましたね。そしてそれを踏まえての現在のシーズン成績は、64試合に出場しての打率2割8分3厘。269打数の76安打で2塁打21本、本塁打が16本で打点38打点。本塁打率では 16.8 ですね。そして盗塁では13個、成功率は7割2分2厘で、出塁率3割0分5厘、長打率5割4分6厘で OPS は8割5分1厘と、まあ、この動画始める前よりも数字は間違いなく上がってます。そして6月を終えてのトラウトの成績で見ていくと、トラウト先ほど確認した時よりも落ちてて2割7分7厘ですね。ホームラン23本、打点71打点で出塁率が3割6分8厘、長打率5割6分4厘で OPS 9割3分2厘と、まあこれまたこの短期間で数字をだいぶ落としてると言ってもいいんじゃないでしょうかね。トラウトに関してはもうずっと5月くらいから落とし続けてるからね、こっからまたリバウンドして上がることはあるのか。上がったらさらにやばくなりますから、ずっと上がらないことを願い続けたいんですけどね。で柳田さんは、柳田もまたさっきより落ちてるね。やっぱあの成績を維持していくというのは当然考えられないことなんで、まあそれでも異次元な出塁率の高さですからね。まあ今後柳田がどのような数字を残し、どれだけの出塁率を残すのかも注目して見ていきましょう。じゃあね、今回の動画はこれにて終わりにして、次回7月の1日、またオリックス戦からのスタートになります。そして7月の試合はですね、前半戦もう残るはあと数試合しかありませんので、次回こちらをプレイしてですね、前半戦シーズンを終わらせていきたいと思いますのでね、前半戦、大谷がどのような数字で終わるのか、次回の動画お楽しみにね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、また会おう。